プレゼントバイブレッジバンガード未来都市型フェスティバルガラフェス、ガラフェス TV シャープ4始まりました。イエーイ。この番組は未来都市型フェスティバル、ガラフェスの、情報番組となっております。今回も、司会を務めさせていただきます、私世界の丸ましことチョップスティックです。イエーイ。はい、こんにちは、ガラフェスアシスタントキャンパスモデルのチャンディオです。よろしくお願いします。まあ、今回も、足立さんね、ご意見番としてよろしくお願いいたします。すみません、真ん中、いやもう何ですか、ね、もうまたなんかちょっとあの厳しいな T シャツ着てるんですけど、何ですか。すみません、これね、先日あのアップアップガールズ過去仮、はいはいはい、グループで4人がまあご卒業しまして、うん、で、まあ、僕もずっと関わってて、はいはい、一番の方からずっとね、まあ、その卒業ライブに行った時にね、本当にもう涙涙だったんですよ。でも足立さんとチャンリオのインスタのストーリーですか、ね、がもう祭りになったもう桜祭り、はい、もう、はい、もう俺もなんかすげえ詳しくなったね、なんとですね、もう先日の12月12日ね、六本木のゼウスガーデンで箱型フェスティバルガラパゴスがありましたが、どうでした？めっちゃ楽しかった。いわゆるオープンエアの野外会場とまた違うね、その箱の良さってすごくあったと思うんですけども、あれさ、もう全体的にどうでした？出演してくれたアーティストさんがね、うん、本当になんかそのなんていうんですかね、まあすごく楽しんでくれたっていうのと、うんうんうん、まあ、あと伸び伸びとやってくれて、はいはいはい、まあ、僕らとしては本当にもうありがとうございますって感じでした。あのいろんなアーティストの方たちとちょっとお話しさせていただく時間もあったんですけども、やっぱりね、普段ライブハウスとかで歌うことが多くて、そういったね、あのゼウスガーデンさんのようなクラブのね、ああちょっとラグジュアリー感というか、すごいじゃないですか、ね、それね、みんな言ってまして、うん、神がかった機械室だって。機械室じゃないんですよね、ビップなんですよ。感じるだけなんですけども、ねえ、ゼウスさんのおかげですよ、本当に。なんとですよ、はい、このね、アーティストさんたちのインタビューをね、用意して、いただいてるので、皆さんでね、ちょっと見てみようかと思っております。そうですね。はい。それでは、映像の方、ご覧ください。どうぞ。はい、そういったことで、エキシアさんです。一発目のね、トップバッターをやっていただいたんですけども、まずですね、自己紹介の方から皆さんにお願いしたいと思います。お願いします、はいはい、ということで、代表のザルと副代表のゲングツと DJ 担当小指です。今日は3人しかいませんが、エクシャです。よろしくお願いします。イエーイ。このなんかグループの結成のきっかけとかって何かあったんですか？俺のエゴです。結成されてからどれぐらい眺めてるんですか？4年経ちました。あ、もう4年目で。じゃあもうね、結構ベテランさんなんですね、実はもう、ね、イベントかなり出てますね。これを見てる皆さんにメッセージをいただいてもよろしいでしょうか？代表のザルと申します。よろしくお願いします。はい、ということで、今回めちゃめちゃ楽しかったです。トップバッターということで、まあ、責任感もあったんですけど、うん、少しでもまあ盛り上げられることが第一の優先事項だったんで頑張っていました。一つ自慢なんですけど、自分オリンピックの TV 出てるんでチェックしてください。おー、だからこそお客さん呼べるんで、皆さんオファーいっぱいお願いします。といったところですね、お客さんもいっぱい呼べてトップバッター見事果たした、エクシャさんでした。おめでとうございます。ワンクロスの皆さんです。自己紹介の方していただいてもよろしいでしょうか？はい、じゃあ僕からいきます。はい、お願いします。リーダーのアラシャンこと荒笠です。よろしくお願いします。イエーイ。ワンクロスの白担当石本幸喜です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ワンクロスの紫担当山崎太陽です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ワンクロスライトグリーン担当の穂積聡太です。ライトグリーン。はい、ワンクロスの青担当灰塚壮志です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ワンクロスイメージカラーオレンジ担当しています小室翔馬です。よろしくお願いします。イエーイ。イメージカラーって何なんですか？イメージカラー、まあ、僕はあの言い忘れちゃったんですけど、うん、まあ、担当カラーがレッドでして、はい、お客さんがそのなんかペンライトとか、なるほど、ってると、まあ、僕とこうやっぱ熱するんだよ。あはは、すごい、熱せられたい、熱せられたい。お姫様たちに、うん、お便りってこうやる。実はまだライブ何回でしょ？4、5回ぐらいであのクオリティとあの完成やばいですね。皆さん、あのやってることも事務所さんもバラバラの皆さんが結成して、まあ、ユニット名にもあるように、そのメンバーが一つになって
あの無限大の可能性に挑んでいくっていうそのユニット名が込められてるんですよ。うわー、ワンクロスの名前、はい、で、といった、ワンクロスの皆さんですが、はい、最後にですね、これをご覧の皆さんに、はい、あのコメントをいただければと思っております。はい、はい、今回こういうガラフェスっていうイベントに出させていただき、とても嬉しく思います。いつかまたこのガラフェスに帰ってこれるように僕たちも精進しますので、ぜひ、このガラフェスと、僕たちの方、これからも注目していただければなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。もうね、あれね、本当にあのベンチガーデンが、ね、ホームだっておっしゃってて、はい、ぜひともね、ガラフェスもホームだと思っていただければ、いいですか、嬉しいと思っております。ワンクロスさんでした。ありがとうございました。はい、ダンボさんも出てきてもらいました。イエーイ。レディエンドね、はい、DJ、サウンド、はい、なんですけども、ダンボっていうね、あのちょっと、チャンリオもさっき言ってたんですけども、はい、なんかやっぱこう耳慣れ、なんかパンと入ってくる、名前だよね。だからこうなんでそういうダンボって名前をつけたのかちょっと簡単にでいいんで説明してもらえると、はい。俺が始めダンボサウンド始めたのがもう8年ぐらい前で、小学校だから当時。うん。小学校3年生からやってるからね。小学校3年生でやってダンボサウンド始めたのは小学校5年生なんですよ。5年生だ、2年生。小学校5年の時に名前を決めなきゃいけない、イベントに出る時に名前を決めなきゃいけないって言われた時にいやいや、もう続きましょう、続きましょう、どうしようと思って、とりあえず何もないで、ジャマイカ、レゲエとかだったらいろんなジャマイカの言葉とか英語の言葉とかパトワーとかね、かっこいい言葉なんかね、あーって決めたらいいんだけど、なんかそれも小学生だし、なんかいいの浮かばなくて、とりあえずなんかこれでいいかと思って、なんか適当に漫画買ってパカッて開いたところにダンボっていうキャラクターがいて、これいいかなみたいな感じで結構愛だったんだね。はい、結構愛です。だってしかもこれチャンピオンあれなんですよ、はい、聞いたらそのなんでその名前をつけなきゃいけなかったかっていうと、そのレゲエのトップサウンドっていうアーティストがいるの、世界を渡り歩いてるマイティクラウンっていうのと小学校5年生の時に共演してるわけ。すごい、めちゃめちゃすごい。でしかももうキャリアで言ったら今18、今18、18歳でもう来年で19歳なんだけど10年になるらしい、2人が。もう割とこの中で今回出てるね、アーティストも割とパイセン級のね方なんですよ。歴代だけパイセンね、まだ19歳っていう。そうですね。じゃあ最後にね、これを見てくださってる皆さんに、はい、ダンボサウンドねとしてこうメッセージをお願いします。そうですね、まあ特にこれだーっていうのはないんですけど、あの Twitter とかインスタとかいっぱいやってるんで、多分チェックしてくれたら嬉しいですってことで、ありがとうございます。ありがとうございます。といったところですね、最近お父さんにめっきりできたダンボさんでした。ありがとうございました。はい、ファッションノットファッションです。イエーイ。ガラフェスの言ったらホストサウンドもうね、ずっとね、DJ やってこもう見てたでしょ、チャンリオもね、これ、いつも何噛んでんのこれ。ミノっすね。ミノなんだよ。ミノやってガムじゃないんだよ、これ。ずっとミノ噛んでる。まず簡単にもう皆さん知ってると思うんですけども、自己紹介お願いします。どうも、あのブロンソンと一緒にパッションノットファッションっていうサウンドやってる英会です。イエーイ。今日はどうでした、またこのね、まあゼウスガーデン、割とだからあの通常の、まあ、上野もしくは野外ステージもそうなんですけど、割とね、普段こう英会話もプレイしてるような条件に近い場所っていうか、そうっす、久々のギロッポンだったんでちょっと気合い入ってやらせていただきました。ブローソーがうるさそうな顔してうるせーみたいな顔して最後にですね、こうメッセージを一つ、あのガラフェス TV をご覧の皆さんにですね言っていただければと、会話としてファッションのとファッションとしてお願いできるかと思っております。お願いします。ガラフェス TV ご覧の皆さん、その私のいかがです、相方のブロンさんがこのガラフェス頑張ってやってるんで、うん、できればガラガラじゃないのを目指して、うん、はい、今後ともよろしくお願いします。イエーイ。ちょっとお願いします。ありがとうございました。イエーイ。はい、といったところですね、ご覧いただいたのはワンクロスさん、そしてエクシェさん、そしてダンボさんのパッションノットファッションでした。どうでした、なんかこうね、ワンクロスさんっていわゆるメンズアイドルで、エクシェさんっていうのはなんかほらチャンネルもいいですよ、おたげみたいな人でね、すごい激しかったです。激しかった確かにね、サイゲームの色とかも凝ってて見えて面白かった。そう、ね、でほらね、あの俺のエゴだなんて言ってるけどね、面白かったよね。でまあほらダンボサウンドっていうのは本当はあのチャンネルと同じでしょ、もしかしてチャンネルちょっとしてくらいの私年齢近かったね、一番近いっていう、うん、そのまあね、レゲエのサウンドでなんとですよ、18歳でもう来年ぐらいでキャリア10年になるんですよ。
もう人生の半分を DJ として生きてたみたいな。10歳で僕がやってたのかな。いやもうちっちゃい子いたから10歳ぐらいですか。でもあのほらパッションとパッションはもうね言わずもがなの、まあ、ホストサウンドといってもね、決して過言でもない、このね4組をですね、まずは、見ていただきましたがですね、なんとね今回あのガラパゴスに、出演してくださった皆さんのコメントをですね、またねこれ3回目ですかに分けて、皆さんにもですね、お裾分けというかご覧ね、なっていただければと、思っております、ね、このようなねライブ中心のガラパゴスをまたね開催してみたいもんだなと思いながらですね、どんどんですね新しいタイプの、アーティストもですね、参加していただきたいと思っておりますね。もし、ねこのガラフェスガラパゴスに出てみたいなっていう方はですね、こちらにですね応募してもらってもいいですか。音気になっちゃってる。そうなんですよね。いや、まあ、ほらここはもう、ね、言わずもがなあの某プラントなんですけども、ね、やっぱり、まあ、その日々ねこうトレーニングに励んでる方がいらっしゃるんでしょうね。まああれなんていう、あれショルダープレスですね。50キロです。うわそれをね上げてらっしゃる。普通の男の人は上がんないですからね。いや上がんないですよ。多分俺なんか沈んでんじゃないかな。3倍じゃないですか。気が付いたもんね。チャンピオンコーデ、そういったところで言うとやっぱり今回こういうねあフェス見てど、うん、なんかこういうことしてほしいなとかっていうのとかあります。このガラフェスとかガラパゴスっていうことで、うん、またその春ぐらいになったらもうちょっと大きな会場で見てみたいなっていうのはありますね。もう本当にあれだね。なんかここもう足立さんの言うけどこれがご達者のようで、ね、といったところでこれもう足立さんもこれ発表しちゃっていいんですか。そうですね、2021年、4月25日日曜日にですねプレゼントバイブレッジヴァンガードガラフェス、またあの上野恩賜公園野外ステージで開催することが決定しました。イエーイ。足立さんもまあご意見番プラス本来の職務であるスポーツディレクターという立場もまたフル活用されるというような。そうですね、やってみたいですね。あとねやっぱりね、うん、今回思ったんですけど、はい、男性アイドルもちょっとやっぱり、ね、そうですね、はい、まあ、今回みたいにマイクさんのビジュアルみんないいんで、はいはいはい、みんな出そうじゃないですか。いやですし、あの、ね、その前の前回のエキサイティングハロウィンの時のイブイブさんとかもすごい、ああいう方にもね、ねまあね、そういったところでですね、またね、盛りだくさんの内容で、次回のね、ガラフェス TV も、お届けしたいと思っているんですが、なんかね、告知の方が、ありますよね。2月の25日にキャンパスコレクション2020東京というイベントに参加させていただきます。その前にですね、ミックスチャンネル等で配信などあるので、よかったら見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。まあね、そういったところで、これでね、次回のね、ガラフェス TV でお会いいたしましょう。ありがとうございます。